ソ連で1950年代に制作された、六骨レコード六骨レコードは、X 線フィルムに刻まれた、そのシート形式のレコード版。1940年代から1960年代にかけて、ソビエト連邦で作られたこれらのレコード版は、ピョートル・レスチェンコやアレクサンドル・ベルティンスキーなどの、国内の放送が禁じられている、音楽家、エルビス・プレスリー、ビートルズ、ローリングストーンズ、 ザ・ビーチ・ボーイズ、エラ・フィッツ・ジェラルド、チャビー・チェッカーなどの西洋音楽を入手して配布する、闇市場の方法であった。ソ連時代の地下出版を意味する名称、サミズダートの一種である。呼び名は、一定しておらず、ミュージック音リブス、ジャズ、オンボーンズ、ボーンズミュージックはボーンミュージック、X レイオーディオ、 ボーンレコードなどがあるが、本校では口述の NHK のドキュメンタリーを手掛けた西野はじめによる故障としての肋骨レコードとする。ただし、使用されたレントゲン写真は肋骨が写っているものだけではなく、で、頭蓋骨など様々である。自作のレコード制作機によって、使用済みのレントゲン写真へ溝を刻むことによって、片面のみのレコード版が作られた。 ロシアの音楽学者アルテミー・トロイツキーによれば、溝は特殊な機械により78回転版として刻まれた品質はひどかった。価格は1ルーブルか2分の1ルーブルだったと話している。また、レコード版の耐久性は低く5から10回しか再生できなかった。別の証言では1から2ルーブルだったとも言われている。収録されている時間も短く曲が途中で途切れている。 ものもあった。サミズダート用のレコード制作機1946年、ポーランド人のスタニスラフ・フィロがレニングラードにテレフン券のレコード制作機を持ち込んだ。彼は店の片隅にこの機械を置き、お土産用に客の声を録音したレコードを売る商売を始めた。しかしそれは表向きの商売であり、夜、店を閉めた後はその機械を使って、正規のレコード版から、 海賊版を制作し、音楽愛好家に売りさばいていた。ある日、ルスラン・ボフスラフスキという男が店を訪れ、禁じられた音楽である単語が店に流れているのを、聞きそのレコードは購入できるかと、フィロに尋ねた。フィロは、売ることはできないが閉店後に来てくれれば、なんとかできると答え、再び訪れたボフスラフスキに、単語の海賊版を売った。 その後、ボフスラフスキはこっそりとフィロのレコード制作機の寸法を測り、試練の運転手をしていたボリス・タイガンと共にオリジナルのレコード制作機を作り上げた。しかし、それを記録するためのメディアは手に入らなかった。彼らは病院や診療所から出た使用済みのレントゲン写真を購入したり、ゴミから拾い上げたりして、レコード版の素材として使用した。 1947年のことだった。当時のソ連では火災の懸念から政府が使用済みのレントゲン写真を処分するように指示を出していた。レントゲン写真を7インチの円盤に切り抜き、ターンテーブルの中央の回転軸のための穴はタバコで焼いて作られた。彼らはこの海賊版のレーベルをゴールデンドッグギャングと名付けた。ボフスラフスキはさらにレコード制作機を複製し、 レントゲン写真を使用することを含め、他のものが海賊版を制作できるようにした。レニングラードからモスクワ、キエフ、オデッサと広がり、1950年、当局によって、レニングラードでこの事業に関わる人物はすべて逮捕された。ボフスラフスキとタイガンは裁判にかけられ、ボフスラフスキは5年、タイガンは自作の音楽を録音していたので7年の、 刑が言い渡された。1953年、スターリンが死去し、御社により二人は釈放され、彼らは再びレコードを作り始めた。ボフスラフスキは、再度2年投獄され、出所してまた同じようにレコードを作り始めた。その後3度目の逮捕と出所を経てボフスラフスキは、レコードを作るのをようやく止めた。ソ連の体制が変わったからである。1961年頃には、 テープの普及により自然消滅したと言われ、流通量は数百万枚だとも言われている。ソ連やウクライナのみならず、ポーランドやハンガリーなどでも売られていたと考えられる。冷戦時代のソ連では音楽を自由に聴くことに、対しても国家によって統制が取られていた。禁じられていた音楽のジャンルは様々でポルカ、タンゴ、ルンバーは禁止され、ジャズであれば、スウィングジャズは許されるが、 モダンジャズは禁じられているなどの背景があり、阿波やのりこの歌が刻まれているルンバも、肋骨レコードには存在した。禁止された音楽を秘密裏にルフするにあたり、1958年に、ソ連の若者のサブカルチャーである、ロシア語で、スタイルという意味のスチラーギ風内法のレコーディングの自主制作を禁じる法律を可決した。肋骨レコードは闇で取引されるものだったため、 丸めて、コートの袖に隠し、すれ違いざまに受け渡すなどの方法が取れられていた。1950年代後半になると、キャッチフレーズ、今日、彼はジャズを踊るが、明日は故郷を売るが生まれ、彼らの社会への抗議の根幹となった。スティルヤギーは正式な音楽的、芸術的、ポップカルチャーの運動として認められ、後には、ロカビリー、ロックンロール、 ポップロックといった音楽ジャンルにも影響を与えた。2008年制作のロシア映画、スティルヤギーでは、冒頭のシーンに、肋骨レコードの制作シーンがある。鈴木京一は後日の NHK のドキュメンタリーを見て、肋骨レコードを知り、その後2015年頃になってからインターネットで実物を入手した。ビーチボーイズやビートルズのものは10万円以上の価格で取引され、 日本の歌手のものもあることを知った。続きはその文化的背景を含めて、シベリア送りの危険を犯してまで生命をかけて聞きたい。音楽があったということそのものが、興味深いと発言している。肋骨レコードイギリスのバンド、ザ・リアルチューズ・デ・ウェルドのメンバーである、ステファン・コーツは2013年、サンクト・ペテルブルクへ公演で訪れた際に、フリーマーケットで、 ロックアラウンドザ・クロックが収録されたレントゲン写真を使ったレコードを見つけたことをきっかけに興味を持ち、X ・レイオーディオプロジェクトを立ち上げた。これは、肋骨レコードに関する情報のリソースを共有していく構想で、現物の画像、音声録音、数年にわたる研究、海賊版制作者へのインタビューなどを集め、2015年にコーツによる X レイオーディオ・ザ・ストレンジ・ストーリー・オブ・ソビエト・ミュージック・オン・ザ・ボーンが出版され、肋骨レコードという禁じられた音楽文化の最初の歴史が出版された。2015年6月、コーツはポーランドのクラクフのテデックス・クラカオにおいて、肋骨レコードについて講演を行った。彼とサウンドアーティスト兼研究者、アレクサンダー・コルコフスキがツアーを行い、 ソ連のレントゲン写真による海賊版の話をし、その過程を実演するため生演奏から新しく録音をした。またコーツは写真家ポール・ハートフィールドとの共催による展覧会を行い、ザ・ガーディアンや BBC トゥデイを含む多くのメディアの注目を集めている。2016年9月、コーツとハートフィールドはオリジナルのソビエト時代の偽造版とのインタビューを 特集した長編ドキュメンタリー、レントゲニズ・ラット・ボーン・ミュージックをリリースした。これは、同年のレインダンス映画祭にて上映された。このプロジェクトは、天来会形式で、ロンドン、バーミンガム、ベルファスト、トリエステ、モスクワ、サンクトペテルブルク、テルアビブ等をツアーし、2019年4月には、日本初となる東京での、ボーン・ミュージック展僕らはレコードを聴きた方を開催。 2001年 NHKBS2 にてサックス奏者である坂田明の出演によるドキュメンタリー番組地球に好奇心追跡幻の肋骨レコードロシア冷戦下の青春が放映された。モスクワ放送での勤務経験があったテレビプロデューサー西の初めによる企画持ち込みだった。北海道ニーカップ町のレコード館には肋骨レコードが収蔵されている。 ありがとうございます。